次は、同じくロシア民謡ということなんですけど、実際はなんか、調べますとウクライナ民謡になってます。小さい海の木です。この歌はですね、私も、まあ、ここでも習い始めたのを最初の頃に習ったんですけど、まあ、このインターネットを見ますと、ちょっと一つ詩がありますので、これを読んでみたいと思います。女の人は、あなたの心がついに届かなかった人のことを、男の人は、分かっていながらその気持ちに応えられなかった人のことを、それぞれ思いながら歌ってください。そういう人がいればですんだということでした。一緒に皆さんと歌いましょう。小さい海の日です。